今回作成するのはこちらの桔梗のくす玉です。折り紙30枚で簡単に作ることができます。こちらは15センチの折り紙で作りました。それでは早速作っていきます。用意するものは折り紙30枚です。白い面を表にします。三角に折って折り筋をつけます。90度回転させます。三角に折って折り筋をつけます。色のある面を表にします。半分に折って折り筋をつけます。90度回転させます。半分に折って折り筋をつけます。色のある面を表にします。四隅を中心に合わせて折り合わせます。向かい合わせの2箇所を開きます。裏返してこの向きにします。赤い点を起点に角を折り筋に合わせて折り線の部分のみ折ります。折るときに下の紙を引き出して上の紙だけ折るようにします。右側も同じように折ります。180度回転させます。反対側も同じように折ります。開いてこの向きにします。上下を裏に折りたたみます。片側だけ先ほどと同じように折ります。縁を折り筋に合わせて折り線の部分のみ折ります。山折りして裏側に折りたたみます。この向きにします。上
から下に半分に折りたたみます。左右の起き上がってくる部分を下の紙に合わせて潰すように折ります。この折り筋の通りに折ります。反対側も同じように折ります。折り目をしっかりとつけます。これでユニットが1つ完成です。これを30個作ります。ユニットの説明です。この部分がポケットになります。反対側も同じようにポケットがあります。そしてこちらはこの隙間は使わず、裏側のこの突起をポケットに入れてつなげていきます。便宜的にポケットがある方をメス、裏側に突起がある方をオスと呼びます。つなぎ方について説明します。メスとオスをつなぎます。メスにオスを上からかぶせて、メスのポケットにオスの裏側にある突起を差し込んでつなぎます。ここがポケット。ここが突起になります。メスの上にオスをかぶせます。突起をポケットに差し込みます。このようにつながります。間違ったつなぎ方について説明します。オスにもここに隙間があります。本来使う突起はこちらです。メスにも本来のポケットの他に裏側に突起があります。オスの上にメスをかぶせてこのようにつなぐこともできます。ただしこのつなぎ方は簡単に外れてしまいます。なのでつなぐときはメスの上にオスをかぶせてメスのポケットにオスの突起を引っ掛けるようにつなぎます。このようにしっかりとした結合になります。それでは組み立てていきます。ユニットを5個用意します。メスとオスを近づけます。模式図としてこのように記載します。メスの上にオスをかぶせてつなぎます。続けて5個のユニットが輪になるようにぐるりとつなぎます。メスの上にオスをかぶせてつなぎます。しっかりと奥まで差し込みます。メスの上にオスをかぶせてつなぎます。メスの上にオスをかぶせてつなぎます。ここ間違えてメスをかぶせてしまっています。
違いに気がつきました。メスの上にオスをかぶせてつなぎます。最後に5個目と1個目をつなぎます。すべてつなげたら5個ユニットの完成です。五角形になっています。周りにユニットを5個用意します。このようにつなぎます。つなげたら10個ユニットの完成です。五角形の辺の周りに三角が5つできています。ユニット2個をつなげた2個ユニットを5個用意します。五角形の周りの三角の頂点の先にさらに三角を作るようにつなげます。さらに三角に囲まれたところを五角形になるようにつなぎます。全部つなげたら10個ユニットの完成です。五角形の周りに三角が5箇所、その先に三角が5箇所、三角に囲まれた五角形が5箇所になっています。この6個の五角形、10個の三角でちょうどくす玉の半球になります。残り半分も同じように6個の五角形、10個の三角で組みます。裏返すとこのようになっています。ここからは裏返したところにつなげていきます。5箇所の五角形の先にユニットをそれぞれ1個追加して三角を作ります。つなげたらこのようになります。最後のユニット5個を追加します。簡単につなげられるところだけつなげるとこのようになります。少し横から見たところです。最後に上を閉じ合わせます。手が入れられなくなるのできちんとつなげるのが難しい部分はオスの下にメスをきちんと入れて重ね合わせるだけで良いと思います。これで完成です。秘境30枚組でした。ご視聴ありがとうございました。